やっほやっほー。さて今回の料理は何でしょうかね。豚丼です。まずは区内で玉ねぎを切っていくわね。そしてここでガマの油を入れるわね。まあ私苗木座タイプじゃないんですけどね。そしてしっかりと炒めていくわ。ここでマンダを投入。あいつ美味しいのかしらね。気になるわね。食べたいわね。オープン。やだー、米が立ってる。まさに立てこもりね。このご飯の量はさすがに強そうね。まあ強いって言ってもかかし程度じゃね。あ、ここでご飯を確認。さあここからマンダを上にどんどん盛ります。盛ります。どんどん盛ります。盛ります。盛ります。まあ盛るって言ってもかかし程度じゃね。さあできたわよ、マンダ丼ね。あ、焼肉のタレ、これマンダにぴったりなの。さあ行くわよ。さあ誰と食べるのかしら。あ、サイとやらね。あー美味しい。美味しすぎて大美味しになったわね。15 love 30 love yes 4 in love。ここでおかわり。さあアジトの外で食べるわね。サスケくんに食べさせたら絶対美味しい。カブトにはあげない。カカシ程度じゃねえ。今日のご飯も美味しかったわね、サイトやら。明日はもっと美味しくなるわよね、サイトやら。手をつなごう、一緒に笑おう、友達になろう。あ、私抜け人だったわね。